この動画では分数を小数に変換する方法を学習します。第一に分子にある数字を分母にある数字で割ります。例えば5分の1ならば1割る5をします。1の中に5は一つも入らないので1の位には0が立ちます。小数第一位に降りて1を10として扱います。10の中には5がちょうど2つ入るので、小数第1位には2を置きます。これ以上計算することはできないため、5分の1イコール 0.2 です。このように途中で計算が終わる小数を有限小数と呼びます。続いての例です。3分の1は1割る3を計算します。1の中に3は1つも入らないので、1の位には0が立ちます。小数第1位に降りて1を10として扱います。10の中には3が3つ入るので小数第1位には3を置きます。3×3 は9。10-9 は1。小数第2位に移動すると0が1の隣に降りてきます。すると小数第1位と全く同じ計算になります。つまり3分の1は 0.33333 という無限に続く小数として表せるのです。このように終わりなく無限に続く小数を無限小数と呼び、さらに同じ数字が繰り返して登場する小数を循環小数と言います。循環小数は循環する部分の上に点を打ったり線を引いたりして省略して表記します。次の例です。99分の23は23割る99です。23の中に99は入らないので1の位には0が立ちます。小数第1位に降りて23を230として扱います。230の中には99が2つ入ります。99×2=198 です。230-198 は32です。小数第2位の0を下に下ろして32を320として扱います。320の中には99は3つ入ります。99×3 は297です。320-297 は23です。ここで元の数字23に戻ってきました。よってここからは2と3が交互に現れることが予測できます。したがって99分の23は 0.232323 です。2と3が循環部分なので2と3の上に点を打つか線を引きます。次回のエピソードでは小数を分数に変換する方法を学びます。